はい、レオンチャンネルです。今日発売の仮面ライダーフルーツミックスオレ。正式名は正義のフルーツミックスオレっていうやつが、今日ローソンで限定発売になって、それをさ、買ってきてちょっと後で飲むんだけど、で、その店面に仮面ライダー50周年の新ロゴがあって、あ、なんかこんなロゴを発表されたんだと思ったら、今日、やっぱ詳しい画像来てましたね。それがこれ。はい、50と書いてあって、シンス1971で2021年の今年が仮面ライダー50周年。このロゴにどういう意味があるかっていうのが、東映ヒーローネットのツイッターで公開されてて、それが4つあって、まず1つ目が、1号の左目が50の0を表してますよと。なるほど、本当だ。これまではこのマーク使われてましたよね、1号の。この仮面ライダーマークは。それの左目を使って0っていうのを表して50にしてあるんだ。さらに5の横棒は風にたなびくマフラー。これか。1号のマフラーをイメージしてるわけか。赤いマフラーだし。で、3つ目が周りの金色の模様がみんなの複眼だ。これね、これ気づかなかった。あ、ここセイバーか、確かに。で、昭和系から、てか昭和系わからん。誰が誰だかわからないぞ。で、途中から、平成なるとか、もうここ隆起だね。わかりやすい隆起。だ、響きもわかりやすい。まあ、圧倒的存在感、エグゼイド。あ、ビルドもね。あ、ジオーもね。個性すごいな、この辺。ああ、そもそも01って、ちょっと釣り目っぽくなってるのか。へえ、ちょっとこれはまた後で見るとして。で、四つ目が、どれが誰の複眼かわかるかな。これはあれか、モチーフじゃないか。なので三つか。で、まあ、多分ここは順番になってて、クーが、アギと、リュウキ、ファーイズ、思いっきりファーイになってますね。そして、ブレイド、ヒビキ、カブトわかりやすい。あ、デンオーわかりやすい。あ、キバもわかりやすい。で、ディケイドもわかるな。あ、ダブル、オーズ、フォーゼとか、意外とこの辺似てるね、複眼。ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、アガイム、ドライブ。ドライブはヘッドライトモチーフだから、結構エッジかかってんだけど。で、ゴーストは、そう、横にね、造形があるので、ここえぐられてるんですよね。で、エグゼイド、ビルドはもうそのままラビットタンクなので、戦車の横側と、ラビットの横側をね。で、ジオはもうライダーの文字がこれ複眼なので。で、01で、まあ、セイバーもここまで表すと、だいぶ独自路線だな。で、こっちが昭和ライダーだから、1号から始まってるよね。これカウントしてないもんね。1号、2号、V3、このちょっと真ん中がくぼんでるのはこれライダーマンだな。で、X ライダーね。X ライダーの次はアマゾンか。この辺わかりやすい。ストロンガー、ちょっと、あれ?なんかちょっとイメージと違うけど、あれかな?ここに造形がないからかな。で、ストロンガー、あー、スカイライダー、スーパーワンわかりやすいね。で、ゼクロス、ブラック、ブラック RX、シン。この、目ちっちゃいからこれもシンわかりやすいな。で、最後の ZJ は似てるから、この辺はパッと見わかんないけど、言われてみればって感じ。で、ここでクーガか。やっぱそう思うとクーガって、昭和の1号ライダーをモチーフにしながらちょっと釣り目っぽくなってるんだな。あ、そういえばここにあれか、アマゾンズとかいないね。まあ、ネクストもそうか。でもやっぱこう見ると結構昭和系はそこまで平成ほど個性強めじゃないし、意外とこうやって見ると、ダブル、オーズ、フォーゼの複眼の形が似てることにびっくり。仮面ライダー50周年の記念ロゴが発表されたってことで、ってことは今年の8月じゃなくて9月から始まるセイバーの次のライダーが50周年記念ライダーになるんだな。でもなんか記念ライダーは最近もうジオーでね、すごい祭りがあったんでどうなるんですかね。しかも明日の12時からこの50周年のロゴが入った新商品が発売されるそうです。あ、あと今日さ、ディケイドの井上雅宏さんの動画で、
コンプリートフォームの、要はスピンオフディケードやるじゃん、そこに出てくるコンプリートフォームのさらなる進化した、いわゆる、まあ、ネオコンプリートフォームなのかな、の存在が井上さん本人から示唆されましたので、楽しみっすね、スピンオフっていうか、アギト並みに存在し続ける限り進化する仮面ライダーみたいな感じになってますね、ディケイド。ネオケータッチとか出るのかなと思って、ちょっとそういうのも楽しみなので、まだ動画見てない方はリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。あとそうだ、ローソンでさ、1月8日からあれなんですよ、ライダーのオリジナルグッズが販売されてて、それもちょっと買ったので、また次の動画で開封しよう。こんな感じでさ、これローソンのオリジナルなんですよ、ライダーズクレスト系のなんかキーホルダーだったりとか、まあ平成系と令和系って感じなんだけど、こういうコレクションアイテムと一緒になったやつ、なんか最強アイテムと基本アイテムか、変身系のやつが一緒になったチャームだったりとか、あとフライトタグ、こういうのが発売されてるので、これ気になった人は、これもリンク貼っておきますので、そこで取扱店舗か書いてありますから、気になった人はご覧ください。これいいよね、これ、このアクキーということで、ローソンで買ったこれね、正義のフルーツミックスオレ飲みましょう。これがね、パッケージが4種類ぐらいあって、画像を出しておきます。こんな感じで、味は全部同じはずなんだけど、外箱がちょっと違うって感じですね。で、上見るとほら、これ50周年のロゴが入ってるんですよ。これすごいなぁと思って。で、オーズ10周年のロゴも入って、いろいろおめでたい感じですね。で、タトバーがいて、アンクがいて、オーラングサークル、仮面ライダーオーズの文字もありますね。で、これがフルーツミックスオレで、果汁 1%。僕、フルーツオレみたいな、フルーツ牛乳みたいなやつ好きだから、これ結構、ハマるんじゃないかなと。いただきまーす。うわ、甘えな、甘いバナナ、あ、すごい甘いバナナ、シロップまみれのバナナだ、バナナだ。フルーツオレってかもうバナナジュースじゃん。あーでも、ちょっとこれは僕は甘いな、僕、フルーツジュースとか飲むとき、あるじゃないですか、フルーツジュース屋さんとか、行くときシロップなしでとか言う人なんで、あ、ちょっとシロップ甘々のやつ、ちょっとこれは僕は、あれだけど、まあ好きな人は好きなんじゃないかな。ってことで、50周年、ロゴも発表されたし、ジオーとディケイドのスピンオフもやるし、まあその流れでセイバーもうちょっと盛り上がってほしいところではありますが、いろいろと企画が動いてそうで楽しみですね。ということで、とりあえずフルーツオレ気になった人は、ローソンへゴーしましょう。以上、レオンチャンネルでした。